両チーム選手の入場です。2024シーズン第26節サンフレッチェ広島対セレッソ大阪の一戦です。まあ、ここでね2つできるということになりました。どうエッセンスを加えていくでしょうか、はい、楽しみなポイントです。田村選手がどう突破していくか、まあ、そこは注目したいなと思います。はい、前半の45分のスタートです。まずは最終ラインに戻してキックモーション入れて加藤が前を向く。サイドに流れた松本大志、センターに戻して塩谷、横パスで中野のミドル、キム・ジンヒョンキャッチです。塩谷、もう一回満田誠、まっすぐのボール、新井のヘディング、ミドルブロックに切り替えております。長いボールで散らします。東俊樹前にタッチ、柔らかいクロスで加藤のヘディング、塩谷拾う、ノールクパス、3人目の動き、左を崩したレオセアラの、流れてルーカス・フェルナンデス、ナイスゴールカバー、奥野が拾う、奥野の左足リフレクションあって大迫がかき出す。3人目でおそらくこう柴山選手が抜けて出したと思いますけど、まあ、クロスの質も良かったですし、まあ、よくね佐々木選手もカバーしましたね。背後を通ります。加藤が行く、加藤が行く、横パスで松本、ゴールネット揺らしましたがオフサイドディレイです。まあ、非常にねこう攻守の切り替えが早いですし、まあ、ここはね少し加藤選手が出ていましたけど、まあ、まずはその相手の高いラインのね、満田誠前を向く、満田のクロス、加藤大外で松本大志のシュート、こぼれて左足枠の外、右のストッパーの中野がこの位置まで来ました。変えましたし、まあ、時間の経過とともにね少しずつこうセレッソ大阪が、まあ、ボール保持のところで保持率高めながらね、一つ、まあ、さあどちらが隙をつくでしょうか。左エンド広島、右エンドセレッソ、後半の45分のスタートです。戻ってきた川辺駿、おっと引っ掛けた広島、加藤の左足枠の外でした。もう一回川辺に入ります。川辺から新井です。新井のクロス、ドーグラス・ビエイラ、決定機でした。広島もう狙い通りの形でしたね。メンバーチェンジ、サンフレッチェ広島です。川辺、新井に代わって越道、トルガイ・アルスランが入ります。トルガイ・アルスラン打たない、引きつけて混戦になります。加藤、右足だ、ナイスキーパー、まあ、彼は惜しみないプレッシング、良さの一つとしてあります。松本から中野、越道、いいところに顔を出しました。スルー、そして井上だ、井上からトルガイの左足だ、新加入紫の魔法使い、センセーショナルな J 初ゴール、トルガイ・アルスランです。まあ、北野選手左ワイドの右がルーカス・フェルナンド選手が入ってますね。ですね、はい、でトップ下にブエノ、はい、井上が行く、17歳のクロス、そしてトルガイ、トルガイ、トルガイ、ためて2点目、なんという魔法使いでしょうか。一人で2点取ってみせました、トルガイ。いやー冷静ですね。落ち着いてました。いやすごいですね。まあここのヘディングの試合終了の笛です。トルガイ・アル